最強の痩せる蜂蜜ダイエットはこれ。はい、腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。毎日たったの一口食べるだけでスルスル痩せる蜂蜜ダイエット、ご存知ですか？そこで今回は腸活ダイエット整体師の私がおすすめするたった一口食べるだけで痩せる最強の蜂蜜ダイエットをご紹介します。目次です。1. 蜂蜜のダイエット効果について。 2. 痩せる蜂蜜の選び方について。ここ、とっても大事。ここを間違えると逆効果になってしまいます。 3. 業務スーパーの痩せる蜂蜜参戦。 4. 痩せる蜂蜜の食べ方、ここ知らないと損します。 5. 蜂蜜ダイエットの注意点、この順にお話します。ぜひ聞き逃さずに最後までご覧くださいね。腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わることで、心も体もキラッキラ輝く健康で素敵な女性を増やしたいって思いで配信しています。ぜひこの機会にチャンネル登録していただきましてお役立てください。目次1です。蜂蜜のダイエット効果についてということで、まずは痩せる理由その1はこちら、腸内環境を整えて痩せるになります。その理由は、蜂蜜に含まれているオリゴ糖やグルコン酸が痩せ菌と呼ばれる善玉菌を増やしてくれるから。例えば善玉菌が増えるとどうなるかと言いますと、あなたの腸の動き、蠕動運動が活発になって、その結果消化吸収力がアップ、しかも体のゴミですね、老廃物、便秘改善、デトックスということになるんです。逆にこの腸に不調を抱えたままの方というのは、たとえどんなに食事バランスに気をつけたとしても、量を減らしたとしても、そもそも適切な代謝をしてもらえないわけですから、やっぱり太ってしまう可能性が大ということなんですね。ですから腸内環境が整うということはとっても大事。痩せる理由2つ目はこちら、血糖値になります。その理由は、蜂蜜がなんとこの太る原因ですね、血糖値の急上昇を抑えてくれて、結果脂肪を溜め込みにくくしてくれるからなんです。例えばどういうことが起こるかと言いますと、私たちってですね、血糖値が下がると脳から指令が出ます。どんな指令か、食べなさい食べなさいってね、食欲が出てしまうわけですよね。で食べる、するとやはり体の構造上血糖値が上がる、そしてまた下がるとお腹が空いた、でまた食べて上がると。でその時にデブホルモンと言われるインスリンが出て、そういったね働きをするからこそ、いつまでたっても食欲が収まらないという、こういった負のスパイラルへと入ってしまうわけです。ところがこの蜂蜜を食べることで、その血糖値の乱高下ですよね、を適切な状態にバランスよく保ってくれるのがこの蜂蜜のすごいところ。結果暴走する食欲も抑えることができますし、脂肪の蓄積も抑えることができる、一石二鳥なので、蜂蜜を食べることでこの血糖値を安定させるというのが大事。痩せる理由その3はこちら、脂肪燃焼効果があるになります。それは蜂蜜に多く含まれているポリフェノールのおかげなんです。このポリフェノールが脂肪燃焼効果をアップしてくれるんですね。例えばこういうことです。ポリフェノールには脂肪細胞の中にある熱を多く発生させる力があるんですね。そしてエネルギー消費を高めるタンパク質を増やす効果があるんです。結果脂肪の蓄積を抑え込むというね、こういったプラスの働き味方につけたいですよね。このようなメカニズムで蜂蜜を摂ることで脂肪燃焼効果がアップするんです。痩せる理由4つ目はこちら、栄養価になります。どういうことかと言いますと、そもそも栄養がしっかり摂れていないと痩せホルモンの材料が足りないということは、イコール太ってしまうということになるんですね。例えば蜂蜜ってすごいんですよ。ビタミン、ミネラル、カリウム、カルシウム、鉄分、そしてタンパク質などなど、実に180種類もの健康成分を含んでいるんです。なのでしっかり蜂蜜から栄養を摂ることが大事。
痩せる理由5つ目はこちら、睡眠になります。その理由は、ハチミツダイエットのポイントは成長ホルモンと深く関わっているからなんです。どういうことかというと、私たちは寝ている間にこの成長ホルモンを使って体のメンテナンスをしているんですね。その過程で脳がエネルギー不足になると、なんとこの成長ホルモン分泌が減っていってしまうんです。その結果、十分な脂肪燃焼効果が行われなくなるということなんですね。さらにエネルギーのもと、糖質が圧倒的に低くなってしまいますと、なんとその代わりにタンパク質を使っていきますから、寝ている間に筋肉が落ちていってしまうんです。ここで活躍するのがこの蜂蜜になります。蜂蜜を適量寝る前に摂ることで、エネルギー不足が解消されて、結果脂肪燃焼効果もアップという、こういった流れを作ることができるんです。なので睡眠中に脂肪を燃やすというこのサイクルを作るのが大事。痩せる理由その6はこちら、ストレスになります。どういうことかと言いますと、睡眠中の脳へのストレスを軽減させるために、この蜂蜜が大活躍してくれるから。例えば睡眠中、脳にエネルギーが足りないってなった時に、なんとストレスホルモンが出てきてしまうんですね。厄介なのは、このストレスホルモン、副交感神経ではなく緊張する方、交感神経を刺激してしまうので、興奮しちゃって睡眠の質が落ちてしまうんですね。ですから適量蜂蜜を摂ることで、脳にストレスをかけないように、ある程度のエネルギーを補給しておいてあげるっていうのが大事ということで、蜂蜜を使ってストレスを軽減することができるというのがポイントです。では目次に、痩せる蜂蜜の選び方についてです。そのポイントはこちら、無添加の加工を全くしていない純粋蜂蜜を選ぶことです。その理由は、添加物たっぷりの蜂蜜をわざわざ買ってしまうと逆に太るからです。例えば特に避けたいのは、精製蜂蜜であったり加工蜂蜜と言われるもの。このような蜂蜜には余計な水飴だったり諸糖、ましてや人工甘味料などなどですね、入っていると逆に太ってしまいます。特に人工甘味料が入ったような商品は中毒性もありますし、味覚異常にもなりますから、もうぜひぜひ選ばないように気をつけていきましょうね。でもどうやって選べばいいのと思ったあなた、大丈夫です。今から原材料名の見方をご一緒にチェックしていきましょう。簡単、蜂蜜を手に取った、そして裏の原材料名をチェックしてください。そこにスラッシュがないもの、原材料名が蜂蜜、純粋蜂蜜と書いてあれば OK です。中には原材料名には何も書いていないけれども、その下別枠に添加物丸々といっぱい書いてある可能性がある商品も実際ありますので、ぜひよく見てチェックして本物の純粋蜂蜜を選んでくださいね。なのでポイントは、無添加の加工をしていない純粋蜂蜜を選ぶことです。では目次3です。業務スーパーの痩せる蜂蜜参戦。まず一つ目はこちらです。ピュアハニーということで、ブルガリアからやってきた蜂蜜でございます。これはですね、原材料もちろん蜂蜜かっこブルガリアということで、蜂蜜、純粋蜂蜜です。そして一瓶がどれぐらい入ってるのかな、 250g 入ってまして、お値段が428円です。そして二つ目はこちらです。ピュアハニーということで、こちらインドからやってきた蜂蜜なんですけれども、ここ小さい字見えないですよね、読みますね。ライチ、ユーカリ、マングローブなど亜熱帯地域の草木から摂取した蜂蜜です。ということで一瓶が 500g 入っていまして、こちらももちろん原材料名は蜂蜜かっこインド、純粋蜂蜜と書いてあります。お値段は一瓶でこちら498円です。そして3つ目はこちらです。ピュアハニーなんですが、その前にオーガニックという文字が書いてあります。こちらはシュンドルボンの雫というオーガニックピュアハニーということで、こちらもですね、インドからやってきた蜂蜜です。もちろん原材料名は蜂蜜加工インドということで、このシュンドルボンって何って思いますよね。私も最初なんだろうって手に取った時に思ったんですけれども、
シュンドルボンとはとここに書いてありまして、何かというと世界遺産に登録されたマングローブの地帯ということで、そこで採れた蜂蜜なんですよね。こちらも一瓶で 500g 入ってまして、お値段がまず一番お高めだったんですよね。それでも598円というこのクオリティで、普通蜂蜜って結構ねお値段高いものもあると思うんですけども、さすが業スーですね、お得だなと思って選んでみました。ここにねオーガニックっていうマークも入ってまして、シュンドルボンってすごいいいとこなんでしょうね。そしてこのオーガニックというのはこの有機栽培と同様に使われているものです。有機栽培というのは有機肥料を使ってある特定の農薬を使っていませんよと、その規定内で作られたものなんですね。なので有機栽培イコール無農薬というわけではありませんが、極力ですねやっぱりオーガニック有機栽培のそういったね安心安全の規定の中で作られたものの方が安心安全ですよね。以上今お伝えしました3つの蜂蜜は全て純粋蜂蜜、無添加の無加工のものですから、ぜひですねもしお近くにありましたら手に取ってみてください。もちろん同じメーカーさんでなくてもお伝えしております条件をクリアできてたら OK です。では目次4はこちら、蜂蜜の痩せる食べ方です。ここ知らないと逆に太ってしまいます。ぜひ最後までチェックしてください。その痩せるポイントはこちら、寝る前に蜂蜜一口。その理由は蜂蜜ダイエットのポイントはお伝えしました通り成長ホルモンと深く関わっているからなんです。例えば基本の蜂蜜ダイエットは睡眠に入る前30分から1時間に蜂蜜を大さじ1杯食べるが基本なんですね。そうです、目次1の時にもお伝えした通りのお話ですね。寝ている間にエネルギー不足になってしまうと成長ホルモンの分泌が減ってしまって、結果脂肪燃焼にも影響が出ますよということでした。また寝ている間に低血糖になってしまう方というのは睡眠の質が落ちてしまうんですね。コルチゾールというホルモンが原因なんです。興奮しちゃうんです。そうならないためにも寝る30分から1時間前に蜂蜜を一口パクッと食べるとそういったことが解消することができるということです。またそのまま蜂蜜を食べるのがちょっと苦手という方は大丈夫です。蜂蜜白湯として飲んでみてください。ただし熱々のお湯はダメですよ。なぜかというと蜂蜜は60度を超えたあたりから蜂蜜の成分が壊れてしまうと言われてますので、ぬるめのお湯に溶かして飲むがポイントです。またこの蜂蜜白湯の効果をアップさせる美味しいレシピがあります。コメント欄に別動画リンク貼っております。ぜひそちらも見終わったらご覧くださいね。なのでポイントは寝る30分から1時間前に蜂蜜を一口になります。では目次5です。蜂蜜ダイエットの注意点ということでポイントをお伝えしていきます。蜂蜜を食べ過ぎないことになります。その理由は蜂蜜は決して低カロリーの食品ではないからです。例えば夜に蜂蜜を摂るこのダイエット法であれば大さじ1までになります。蜂蜜大さじ1はカロリーが67キロカロリー、白米に変えると 42g 分のカロリーになるんですね。なので摂りすぎてしまうと脂肪に変わってしまいますから注意です。ですから先ほどお伝えしました摂取量と摂るタイミングがとっても大事になります。2つ目はこちら、夕食の糖質量を減らしましょうです。理由は夜の蜂蜜ダイエットの場合はカロリーオーバーを防ぎたいからです。例えば先ほどお伝えした通り蜂蜜大さじ1のカロリーはだいたい普段召し上がってるお茶碗1杯分のお米の3分の1ぐらいのカロリーなんですね。ですから蜂蜜ダイエットを取り入れる時は夕食のいつものご飯の量は3分の1程度減らすと大丈夫です。なので上手に夕食の糖質量をちょっと減らしていきましょうね。3つ目はこちら、睡眠をしっかりとりましょうになります。なぜかというと蜂蜜ダイエットを成功させるための鍵は睡眠、成長ホルモンだからです。結局質の高い睡眠がその成長ホルモンの分泌を促すわけですから、蜂蜜ダイエットと睡眠は欠かせません。だからこそ早寝早起きなど特に朝日を浴びると
セロトニンというホルモンを分泌させてくれますが、夜と睡眠の質もアップしますから相乗効果狙っていきましょうね。なので蜂蜜ダイエットを成功させる鍵は良質な睡眠になります。4つ目はこちら、栄養バランスが大事になります。理由は蜂蜜ダイエットの基本はこの栄養バランスにあるからなんです。もちろん蜂蜜は栄養価の高い食品ですよということをお伝えしましたが、蜂蜜だけでは特に、タンパク質量全然足りないんですよね。普段のバランスの取れたお食事がとっても大事になります。そしてラストはこちらです、糖尿病や高血糖の方は注意になります。また1歳未満の赤ちゃんは蜂蜜取らないようにしましょうね。そして妊婦さんやこういったご病気以外の持病をお持ちの方も一度かかりつけの医師に相談してから蜂蜜ダイエット取り組んでいきましょう。ここまで動画を見てくださったあなたはもうすでに腸活ダイエットの一歩を踏み出していらっしゃいます。実際にこの腸活ダイエット法で1ヶ月でマイナス3キロ、3ヶ月でマイナス10キロ落とした方たくさんいらっしゃいます。これまで1万人以上の女性の方の心と体のケアをした経験から生まれたこの腸活ダイエット、具体的な取り組む方法を今動画4本無料でプレゼントしています。ダイエットを卒業したい方はぜひこちら動画の説明欄、無料の LINE 公式からご登録後受け取っていただいてご活用ください。今回の動画の大事なポイントまとめです。睡眠に入る30分から1時間前に純粋蜂蜜を大さじ1杯食べること、蜂蜜を摂取する分夕食の糖質はちょっと量を減らすこと、蜂蜜はトータルで1日大さじ2杯までにしましょう。この動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても励みになります。また実際に食べてみた、取り組んでみた、こうなりましたっていうご感想などコメントいただけますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。おまけです、どうしても完食がしたくなったという方はこちら、蜂蜜 100% のキャンディーもおすすめです。朝昼晩1日トータル3粒程度が目安です。のど飴にもおすすめです。